スリングダイアグラムにも量子回路をスリングダイアグラムで話すあの表すという話をしようと思います。で量子回路なんですけれども、まあ,あの原点に戻ってボックスが量子ゲートを表して、ワイヤーがあの量子ビットの両端を表す、そういうダイアグラムを考えます。で、このダイアグラムが直列、並列合成と直列合成で構成されているとき、このダイアグラムを量子回路。 というふうに読みます。スワップがあってもいいと思うんですけどね。で、量子回路はループを含みません。で、具体的な例で見ても、こういう回路があったとします。で、これは、アダマールとエク X ゲートがパラで走ってますね。で、それは並列合成なんで、このダイアグラムは次のように書けます。このダイアグラムは、 テンサこれは当然わかりますね。で、この例の場合、これもアダマールが2つ並列に発してますので、このダイグラムは実は量子回路で、で、これは H テンサー o H というふうに表現されます。で、何度も言いますがこれ、展開しないんですね。この図式そのものがこういうあの並列合成。 で表されているってことが分かるのが大事なことですね。この3つのは、これも量子回路ですね。で、これは当然、こういうふうに H 点差 h 点差 h というふうにあの表現されるということです。まあ、表現されるてこの式を表現するのが上の図だということですね。で、これはどうでしょう。これはあの X ゲートと エッジゲート、アダマルゲートがあのシリアル、直列につながっています。で、これは、えっと、直列合成ですね。これ H、H 丸 X という式で表される図式が上のものですね。で、これも同じですね。あの、アダマルが2つシリアルにつなげ、の直列で合成されているもので、で、この上の図式は、実はこういう式。 で表現されます。で、これも同じですねあの左側の,あのダイアグラムと右側のダイアグラムがあの並列に構成されたと思えばいいしそれぞれの左右のダイアグラムはあのシリアルな強烈なダイアグラムの結合を 合成ですねですからこのダイアグラム全体はこういう式で表されます。で左側の H 丸 X、点差、今度は右側の H 丸 H というふうに、あの上の図式が下の式に対応しているというふうに言えますね。でこれはどうでしょうこれ C ノットを使ってますね。これはまあちょっと面倒です途中で切りゃいいんですよ。 で、下のダイアグラムと上の c ノットが、えー、と直列合成。あのー、左側に赤丸がありますけれども、これが直列合成だと思えばいいわけで、で、こういう式になります。上のダイアグラムは c ノット丸、で、H 点差1。この1もわかりません。ただの線ですけれども、これはあのえ、あの、1という、 あの、ゲート、ゲートじゃないですけど、あの、ワイヤーを表している。単位ゲートも何もしないということですねで。これも同じです。これは、ここで区切ればよくて、で、下のやつを上の方に極列合成しているという風に考えれば、この図式は、こういう式。で、イコール、H t e 一マルシ1丸、c トというふうに、えっ、ー、と、多分、 どんな量子回路が与えられても、それはこういう形で直列合成、直列合成、直列合成と並列合成の形で表現することができる。で、そういう形で、えっ、ー、と、量子回路のダイヤグラムを表現できるということを。